私今海の家に来ています。よいしょー、夏だー。もう後ろも海なんでね、残念ながら今日ビキニギャルはいませんね、はい、本日の企画、海の家で1万円使い切るまで終われませんということで、はい、今回僕たち、はい、結構地元から近い狛江湖海岸というね、はい、ところの海の家に来ています。はい、ここ僕ら今テントの下にいるんですけど、はい、なんとこのテント僕と宇田先輩設営してます。はい、おーすごいこれ完全プライベートの方の仕事でね。そうです。で、僕ら1万円企画は1回だけしかしたことないんですよ。おー、はい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 。ほんとあの屋台、俺ら普通の帯よりも余裕だったんで。あー、まあ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 、そうやね。かけるも宝も俺も余裕って言ったら最後まだ食えるって感じだったから、今回はなんもう違うんですよ、レベルが。俺がこの企画忘れとって昼飯食べちゃったんですよ。うわ何しとらん。おいで、プラス編集あってお酒飲めないんで、今回お酒係はタガラで。あ、俺でーす。飲みます。どうなん、今お腹の調子はどう？いや、昼飯ちゃんとできましたよ。どいだ、ちゃんとできました。カヨロネコさんもできました。大丈夫？大丈夫です。結構ね、メニューも多かったんでいろいろ食べれると思います。はい。でもこの後ね、あの海に飛び込むと撮影もあるんで。そうだね。そこら辺だけ気をつけてください。うん、はーい。ほどに。ああ、一応あの感染対策はちゃんとしてます。はい。人いないんでもね、マスク取ってます。はい。とりあえず注目していきますか。そうしましょう。行きましょう。はい。セロスで次。はい、ということで、おのおのドリンクが到着したということで、はい、はい、乾杯していきましょうか。はい、はい、とりあえず僕がチューハイです。僕がコーラです。僕ノンアルコールビール、フェルボローザの輝かしい夏に乾杯。乾杯。あー、うまっ。うんざ、夏。ああ、夏の味だよ、もうチューハイが。いや、いいね、後ろがもういいよ、これ。ちょ、かける、取って取って。目玉に到着しました。はい、これだからもうバカで言って、ありがとう。贅沢よな、底辺1は1万円角とか。マジでどうだ、夏になんか海で何か予定は？なんもねえよ。マジでない、将来が終わってんだ昨日、小田先輩ね、彼女と大阪旅行行ってたみたいな。はい、うん、楽しかったですよ。楽しかったよ。 USJ、 あ、そういったね、ストーリー。今行ってきたわ、めっちゃ声かけるから。やばくない？マジできついな、結構どんな感じ、どんな感じだ。うざちゃん、やばい彼女と同じだよ。そうなんや。まあでも、それがもうほら、もう彼女公開したことによって。あ、そう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 、応援されるよ。うん、コキタルが行っとった古着屋、うんうん、行っとった、俺も行ってきて、かっこよかったね。絶対買ったよ。4000いくらのやつが半額で安っ。なんかインスタフォローとメンションすれば、その金額から半額です。へぇ、安っ。そう、え、全部の金額？そう、全部、店内、店内全部。それから5000円の服があったら、それ2500円。あとやっぱ古着屋って値札ついてないの多くて、シャツは1000円、うん、T シャツは500円みたいな。安いな。で、4着買ったの？4着買いました。いくら？4000円。安いな、羨ましいわ。めっちゃよかった、いい買い物ができました。で、USJ ではどんな乗り物乗ったんですか？マリオ行きましたよ。行ってました、ね。はいはい、マリオ、はい、今流行りのマリオカートしてる。映像でこうやってハンドル動かして。あ、そういうこと？そう、え、めっちゃもろくね。え、じゃマリオカートってことやろ。まあそんな感じだった。うん、え、行っとったよ。俺も行ったから。あ、俺も行ったんけ。キモ、お前ら。リア充やん。夏はもう旅行行きたくなるよね、でもみんな。いや、マジで楽しかったわ。考えましたよ、僕たちも沖縄行きたいって。はい、唐揚げでーす。はい、はい、夏といったらバーベキュー、やっぱり。バーベキューでもしたいな、ちょっとやりたいな。家庭しかしないから。マルチクリエイターなんか一番そうじゃない？バーベキュー。いや、絶対そうやと思う。火の起こし方はプロやろ。プロプロ、2分あればいい。何回したかな。え、俺釣り自体エグかったよ。エグかった。明日もバーベキュー、今日もバーベキューみたいな。釣ったらとりあえず火起こすみたいな。そう、うん、魔人ブー来た。これが魔人ブーです。これ魔人ブーっすわ。魔人ブーとフランクフルト。焼き鳥。焼き鳥来ました。でも釣りもしたいけどね。何釣りしたいけん今。めっちゃ俺キスしたいんよ。キスキスがしたいんよ。キスもしたいし、キスも釣りたいんよ。あはは、どっちの方がしたい？キスしたい。はい、ということでメニューも到着したということで、はい、早速食べていきましょうか。はい、それでは海の家で1万円使い切るまで終われません。スタート。いただきます。いただきます。最悪や、もうちょっともう無理やわ。沈めてくるわ、一回海で。なっ、うまっ。めっちゃ夏やん。マジ夏。焼きそばいただきます。
うんまい。うわ、このコーラと焼きそば、これ夏。でも酒飲めたらこれ最高やな。うわ絶対うまいやん、それ。やば、プルプルや。これうわプルプル。じゃあ、1個いただきます。いって。うわ地中海、地中海。うわ地中海、一番でかいのやろ。なんていうか、ちょ、まだ食べんとこかな。酒食べて。なんで？熱いから酒食べて。俺も熱いの嫌いね。あ、だからでしょ。危ねえ、掴まれたとこやった。このホンビノス、ホンマノス。やった。え、ちょっと食べてたじゃない。早く、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 よっつーでしれっと食べたな。絶対宮川さんのずっと言うことだ。俺ずっと調子になってんけど、こっちもどうぞ。おぉこの人どうでした？うましかないよ、もう。魔人ブー食べたら魔人ブーになれるのがチャレンジしてる。やってみるわ。やめろ、もうもうやめてくれ。普通に食わしてくれ、お前。チョコになっちゃえ。かぶったし、俺もずっとこんな撮影して数字取ってきたよ。そうね、これ撮れて一番人間。夏のな、あるウィークあるんな。あ、そうです。もうすぐですよ、本当に。めちゃくちゃ大変でした。マジ過酷やった、本当に。何ウィークかまだ発表せよ。めっちゃ過酷、大変ウィークって感じや、本当に。いや、そのウィークマジ楽しいんだけどね。ほんとね、俺8月撮影前は必ず衣装書くんですよ。何で書くの？え、衣装って衣装って書くんや。海嫌いな人とかおるよ、たまに。夏だけだと俺だね。うん、嫌いな人おるよ。そう、やっぱ YouTuber 結構夏嫌いな人多いかもしれない。おそう、うん、陰気多いんやって。カスバって性格歪んどるやん、みんな。マジ汚い、まともな、あの、教育受けじゃない。そんな言う？これ絶対テロップお前のことって言ってみたいなとこ敵にいますから。夏らしい YouTuber 名前出してかん。あー、こんなんおるわ、もうフィッシャーズさん。あー、わかるわかる。絶対夏じゃない、フィッシャーズさん。違う。でもアスレチックとか多いやん、うん、会場アスレチックとか。シリクさんだけじゃない、夏。本当にもうグループ全員が夏って感じするグループ。じゃあ、え、でも本当に俺フルボかもしれない。まあ、そこはそう、絶対そうやん。じゃあ1位俺らや。そうねんけど、うん、まあ、俺ら抜いてあげようか、あいつやし。俺ら王者夏やもん。じゃあ俺らはもうランク外にしてあげようか、あいつやし。うん、そう、俺ら抜きの1位。どうなんすか、高田さん。デカキンかな。スカイピースは？ああ、だね。なんか名前がもう夏やな。スカイって言われたそう。尖ってんね。今日尖ってんね、いつもより。じゃあ答えスカイピース。スカイピースだよ。スカイピースさんかな。なるほどね。尖っとるな、こいつだけ。いや、もう裏で一番尖ってますから。裏でって言うの？裏で。恐怖、恐怖。尖っとりそうな YouTuber ランキングつけても、アメコツとか。でも多分尖っとるやろ、もう普通に。もうなるか、もう動画自体やしね。まあまあ、それはそうか。今おらんけど4人乗りとか。あー、もう取った。それが4人乗りで。そこなんや。俺っぱなっちゃったよ、マジで。どう、かぶりついていい？いや、分かった分かった。俺間に挟むから、1番か2番、じゃんけんで決めよう。最初はグー、じゃんけんパイ。あかん、1番で。ただもう、要つば出ろになるからな。あ、美味しそう。あ、いいね。やべ、あぁ、サメに食われるろ。サメに食われちまえ、お前。デロンじゃねえんって、デロンじゃ。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。今、どこにデロン行ったやろ。だって行った行った。こっこ、こっこ、こっこ。これでもう全部いけ。7000円じゃん。あ、ドリフトなんだから。今8200や。うん、あと1杯ぐらい飲めそう。全然飲めるよ。注文してくれ、俺。俺も注文してこよう。俺も行きたい。こっちもしてきます。はい、次。はいはいはい、はい、はいはい。ここでちょっとやりたいことある。いけ。目つぶってかき氷、どっちがあれか当てれるか。うわぁ、あー、おもろい。よく言うもんな、あのね、同じ味ってな。そう、言う。ちゃんと目つぶっとけよ、お前ら。はい、まず一つ目いきます。はい、お願いします。え、分からん、練乳ついとったら。はい、次いきます。練乳や。練乳ねんけど。結構分かると思うけどな。せーの、いちご。おおお。で、2個目。せーの、ブルーハワイ。やるです。すげえ。マジすげえ。最後の方があっさりしとったやん。最後分かってん。そう、最後ハワイ、ブルーハワイ。だから、最初の方で1。そうそうそう。めっちゃいちごやってんけど、最後。一緒やん。一緒。
じゃあ、いきますね。1個目いくか。1個目。じゃあ、2個目いこうか。2個目いくよ。もう余裕すぎる。OK。OK。OK、いいよ。最初が、ブルーハワイ。2つ目がイチゴ。正解は、どっちもイチゴです。わからんやろ。わからんね。しかも外してるし。これ一緒なんやん。やっぱ一緒なんや。色だけや。色だけや。そうそう。色とそういうなんか感覚がな。ちなみに料金が多分8,500円ぐらい。あと一杯はいかんの。だいぶ度数が高い。そうやね。それは知ってからか知らんけど。やっぱりちょっと寄ってきた。飛び込んで溺れん。いやワンちゃん教師かもしれん。ほどほどにな。子供できたらどんな名前つけたいっけ。なんかそういうの結構言う話になる。電気。出る出る。ね。俺はエースのみやな。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。突っ込んでくれ。でも突っ込んでくれ。パイセンは？アゲハとか。アゲハ。お前蝶々みたいなの。キャバ嬢やん絶対。めっちゃ出そう。キャバ嬢キャバ嬢。チャックは？俺エドワード・ニューゲットだ。なんげ。なんか。こんな感じがあったから。なるほどね。一気してやる。初代ホール。ハンキでゴー、ハンキでゴー、ハンキでゴー、はい。ハンキでゴー、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 全然無理。全然無理。じゃあ最近の趣味だから出てきた趣味。ない。ないんかい。ないんかい。ないんかい。俺はサウナとラーメン一緒ね。一緒一緒なんや。そこ言ったら俺もそうなるから。最近サウナやばいよ。もう週にその中さんに言ってる。言ってるね。行く行く。サウナに一つ文句があるよ。ガキども喋りすぎ。お前らうるさい。昨日俺宝とサウナ乗る時めっちゃ怒鳴りつけようかと思った。めっちゃ喋ってるんだよ。それ撮って。こんな時期やろ。確かに。おじさんとかめっちゃ嫌な顔してるね。その顔見てるよ。気になる。そう嫌やってこいつ何も言わんときくれやと思ったけど横で。いや、そんなんしてない。それはしてない。それ熱いから、熱いから。ファイナの趣味は？趣味？つまらん男やってつまらん男かもしれない。趣味ないかもしれない、今。ないんか。パチパチンコもね。赤ホリーよ、なんか。俺だけホリーと感染したっていう。コメントめっちゃ来てましたよ。どうしてもな、テレボの人だって結構多いからね。ギャンブラーが多いから。多いから、そうそうそう。やっぱ詳しい人多いやん、めっちゃ。勘違いもするやん、やっぱ。するね。優しく教えろ、バカだもん。対戦も知ったけど知らんことあるからね。暇さえればパチンコばっか売っとるくせに、お前のポンコツに働けばって、だから言って言ったことねえって俺。まあまあでも俺ね、結構人命救助には向いてるんですよ。水辺で人生で3回命助けてる。まずは中2、ほんと友達おらん事件。めっちゃ陰キャ2人と3人って、あの手取りが行って、完全後ろ見たら溺れてる。ブク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 。殴った？何やった？何やった？死んでる。死んでる。殴った？ほんまなんか溺れてるから、ダリアットして何やつもだろな。死んでる。川は怖いわ。みんな本当夏は気をつけた方がいい。水辺で遊ぶとき本当に。で、親御さんは絶対子供から目を離せない。はい、安全グループでした。安全チャンネル。とりあえずアルバム食ったんか。何頼むよ。あと1,500円のソフトで。じゃあちょっともう一杯いくわ。じゃあ先注文してきてよ。注文してください。注文していきますよ。じゃあ一旦注文していきます。はい、行きましょう。せーのですね。次。はい、ということで今注文あったんですけど、はい、なんと1万円突破しました。よいしょ。合計10,100円かな。おお、で今そうめちゃくちゃいきました。100円オーバーです。素晴らしい。おお、素晴らしいね。でソフトクリーム2つに枝豆、濃いめのレモンサワーが1杯で、もう1杯プラス、そうバニャーニャです。ニャンテッタってバニャーニャ。そうニャンテッタってバニャーニャ。魔法ですか。1杯600円。すっげえ。お姉さんそれ何でしたっけ。かわいい。お姉さんかわいいでしょ。かわいい。めっちゃかわいい。にゃんてったってバニャーニャです。かわいい。かわいい。なにこれ。うまっ。うまい。マジバランスムーズ。出た出た。おいしい、おいしい、おいしい。なんだよ。監督に飾りだけか。絶対言うと思った。絶対なんか言うと思ったもん。
山本さんマックスやんけ。すまん全然すまん。あんたのだよ、全部あんたんだ。どうかもう、風が耳に入ったからかけろ、俺の耳にふんってしゃべるびっくりした。ちょっと見といて俺のびっくりしてるわ。どうかもう、気持ちだったよ。もう終わるな。もう終わります。これも全部1万円ありやもんね。全部そうや、お前言えやろ。にゃんてったってバニャンやん。にゃんてんたってバナナ。あ、言うてないかバナナっすはい、ソフトクリームごちそうさまでした。僕のは俺です。あなたはレモンサワーマックスと枝豆。ああ。いやっさ、強んねや、ほんとににゃんてったってアイドル。これが必要か。完食。うん、簡易か。はい、お父先輩、にゃんてたってバーニャーな会員。はい、行けたから行ったれ、行きや。めっちゃ嫌だ。僕やな。お前今日夜パチンコ行ってくれよ。いいよ。怖い怖い怖いね。でも俺これ編集遅れても何もお前は文句言うてるやつ。サウナとかラーメン連れてる。だから絶対自分の編集の日は付き合ってくれるのに、俺の編集の時は必ず来る。前日編集の時に、じゃああと明日行こう、明日行こう。で、俺 LINE 見た時は宝から一向に LINE 来るの。夕方 LINE に、宝から明日行こう。この寛大するこの器を持ってほしいです、僕はね。はい、乗れ。そう。英語いた。はい、問題、下電。はい。今、三重とらの地平線はどれぐらいの距離でしょうか。10キロ。30キロ。ちょっと答え確認します。確か2キロだったような。なんだ。16キロ。お近いやん、近いやん。俺近いやん。近いよ。お前一番ちゃうんやけど。お、モルンちゃん、ラスいっぱい行きます。お前またお前、かわいさ狙ってる。お前またキモ。またかお前は。もうみんなコメント書いてって。だからかわいい、かわいい。俺もいいの押すわ。おっしゃ、1万円成功。いやー、はい、ということで皆さん、はい、1万円達成しました。じゃあで、本日ね、撮影協力してくださったこの海の家は狛江湖ビーチ。狛江湖って調べたら出てきました。うん、石川県内なんで。で、8月31日かな、うん、8月の末までやってるそうなので、はい、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。夏といえばやっぱ減るわと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。SNS フォローもよろしくお願いします。お願いします。高評価、コメント、どしどしお待ちしております。待ってます。そしたらね、また次回の1万円企画、はい、なんかあったら持ってくるんで、はい、その時にお会いしましょう。はい、じゃあね、バイバイ。バイバイ。最高。響き渡ると言う